エッグ屋さんの無敵テレビ。今日は、熊本県の山奥での話なんだけど、ちょっとね、すげえこと俺成し遂げちゃったんだよ、実は。山奥に生息する、ゴリラ猫ってやつがおって、もうそれを倒し勝ってきたから、最近。ゴリラ猫。顔がゴリラみたいな顔しとって、もう体は猫だわ。腕はゴリラで、もう、すげえ強かったね。でもゴリラのパンチ力って1トンじゃん。で、ね、ゴリラ、ね、猫科の生物のくせにパンチ力が1トンあるわけだよ。マジで。マジで俺のパンチ力ってせいぜい2トンじゃん。ゴリラ猫2倍しかないんで、だからちょっと苦戦したわ。ほんとに。ゴリラ猫が俺の目の前に来て、うーって来るわけだよ。猫の体して。俺はこれちょっと焦ったわ、正直。ゴリラ猫の、ドラミングに。で、ビビって威嚇された時に、パンチ力1トンのパンチをクーンって胸に一発くれて、肋骨が3本ぐらいいったんで。で、ちょっとこの肋骨3本いっちゃって、ちょっと俺は、ちょっと気絶しかけたんだけど、怒りのごとく激高してしまって、ちょっと背中にちょっと鬼が現れたんで。で、ちょっとそこで本気になっちゃって、ゴリラ猫の腕をカッて掴んで、ここでパッ付き合って、もうゴリラ猫の顔面ぐっちゃぐちゃにしちゃって、あともう腕をパン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 って、もう腕に4本ぐらい入っとんだけど、もう全部引き抜いて、もうゴリラ猫の尻尾を、タロの尻尾をピャンってもう引っこ抜いて、もう身動き取れない、もう正方形状態にしちゃったんで、もうそしたらあいつもう身動きが取れず、もう死んじゃったわ。もう雑魚すぎて、もう腕引っこ抜いたらもう俺の勝ちだから、あいつ。勝てるわけねえだろ、雑魚は。